皆さん、こんにちは。人気ロックバンドマイファーストストーリーのボーカルを務めるヒロさんが、2022年6月10日付のニュースポストセブンにて熱愛をスクープされましたね。その相手女性がグラビアアイドルの林ゆめさん。深夜に都内デートしている姿をしっかり目撃されています。二人が熱愛となった最初の出会いや馴れ初めは？以前からお互いにインスタでいいねを押し合う仲だったとか。今回は二人の出会いのきっかけとなった馴れ初め、インスタで匂わせしていた事実、林ゆめさんの衝撃的な過去など盛りだくさんの内容で紹介していきます。ワンオクのタカさんの弟で人気ロックバンドマイファーストストーリーのボーカルを務めるヒロさんが、2022年6月10日付のニュースポストセブンにて熱愛をスクープされてます。ツーショット写真もしっかり激写され、意外な組み合わせに驚いたファンも多かったでしょう。5月28日夜、カジュアルな服装で六本木を歩く男女2人組がいた。その正体はヒロと林。人通りが少なくなると密着して歩き、手を繋いでいるように見える場面もあったが、西麻布の交差点に着くと、二人で同じタクシーに乗り込み、そのまま夜の街へと消えていった。グラビアアイドル、林夢の仲睦まじげな様子をキャッチした。二人の関係について、双方の事務所に問い合わせたところ、期日までに返答はなかった。その熱愛相手が、グラビアアイドルの林夢さん。今話題のガーシーチャンネルでもちょくちょく名前が出てくる旬な人でもありますね。まずは林夢さんとはどんな人なのか調べていきます。ヒロさんと熱愛が報じられた相手林夢さんの簡単なプロフィールは、名前林夢、生まれが1995年10月18日の現在26歳、身長168センチメートル、趣味旅行ボクササイズ、出身地北海道富良野市、所属事務所は01ファミリア。グラビア界では人気のモデルで、2019から2021年と世界で最も美しい顔100人に3年連続でノミネートされ、世界規模での美しさと話題になった彼女。身長168センチメートルと恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、紙面モデルの活動や近頃ではバラエティ番組にも多く出演しています。性格はサバサバ気質で、過去にテラスハウスの出演した時には、経験人数20から30人と衝撃発言も。好きなタイプとして心の広い男性が好き。自由すぎて不安にさせちゃうところはあるかもと語るほど、彼女がかなり破天荒な性格ともわかりますね。熱愛をスクープしたニュースポストセブンの情報では、二人は2020年秋頃からの知り合いで、お互いにお酒好きなこともあり、飲み会でつながったと言われています。そして林夢さんはもともと札幌で、おさわり、キャバクラで働いていた過去もあるので、お酒と男性を扱うのは慣れていたかもしれませんね。ヒロさんもいい気分になり、急接近した可能性もあるでしょう。さらに今話題のガーシーチャンネルでも、林夢さんの話題は常連です。暴露ネタとしてラッドウィンプスの大ファンだった彼女にガーシーさんが桑原明さんとつなげたようで、ほんま紹介して1分で夜の街に消えていきました。これはもうまあまあ爆弾やねと語っていましたね。林夢さんは男性に対してかなりフットワークが軽いと言えます。ヒロさんと林夢さんは以前からお互いのインスタにいいねをつけ合う仲だとか、2020年秋頃からお互いのインスタグラムアカウントにいいねし合う関係になりました。ヒロさんも林さんも飲み会好きなので、その縁で出会ったのでしょう。週刊誌でもその事実を伝えていましたが、お互いを知るファンからもこのことは有名だったそうです。ヒロ、林夢のインスタかなり前からいいねしてたから普通に仲良いのかと。お互いのインスタをチェックしてみると、現在も相互フォローしてる関係ですね。この相互フォローは今となっては匂わせと言っていいでしょう。さらに2人は同じ美容室に通っているとの噂もありますね。とあるツイートでは、ヒロさん同じ美容院通ってる林夢さんという綺麗な方のインスタの投稿を全いいねしてるねんけど、これってもしかして以前から感づいていたファンも多かったようです。2人が常連の美容室は表参道にある LOG との噂もあります。
林夢さんがインスタで店名をメンションしていたので、ほぼ特定かと思いますね。さらに林夢さんの元カノにニュースの小山慶一郎さんの名前も上がっています。今話題の暴露系 YouTuber ガーシーチャンネルで元彼を暴露されていましたね。ガーシーさん曰く、山田孝之と赤西仁と3人でハワイに遊びに行っていた時、とあるバーから林夢が出てきた。お前何してんのこんなところで、またハワイで大手偶然やな、と話していたら、後ろからニュースの小山くんが出てきた。仁とも面識があるし、孝之とも面識あるから、すごい気まずそうな顔してどっか行って、後で林夢に LINE 送ったら付き合っていると言っていたよ。週刊誌ではスクープされてなかった情報なので、かなり驚いたファンも多かったでしょう。ガーシーさんといえば、ヒロさんの過去も暴露し、元カノの中絶事件も世間が注目しましたね。今から約10年前ほどの話で、ヒロさんの当時の彼女がグラビアアイドルだった沢田智美さん、その沢田智美さんが昔の中絶した事実をガーシーさんに提供。二人のラブラブ写真や悲痛な内容にファンは驚きましたね。人気ロックバンドマイファーストストーリーのボーカルヒロと交際していたという女性 A 子さんを電話出演させ、強引な性行為によって妊娠させられた末に中絶させられたとの告白動画を公開。 A 子さんはヒロとの子供を2回堕胎しており、2度目に関しては産む意思を持っていた彼女に対し、モラハラまがいの言葉を交えながら中絶を迫ったという。交際の最後は連絡が取れなくなり、 LINE の連絡先をブロックされたとも主張している。この後にはガーシーチャンネルにて謝罪をするためにヒロさん本人も生出演。過去の出来事や元カノの沢田智美さんに対して公開謝罪をしました。ヒロさんの今後の音楽活動にも大きな影響が出そうですね。さらにヒロさんは2022年1月5日には女優の山本舞香さんとディズニーデートもスクープされています。女優の山本舞香がロックバンドのマイファスことマイファーストストーリーのボーカルヒロと親密に交際していることが週刊文春の取材で分かった。二人を知る人物が明かす。ヒロが舞香の自宅マンションをよく訪れるなど、最近になって急接近。二人で出かけたり仕事の悩みを相談し合ったりしており、周囲には親密な関係をオープンにしていますという内容。そして同年6月にはグラビアアイドルの林夢さんとの熱愛報道。どちらが本命彼女なのでしょうか。山本舞香さんとの熱愛報道から半年後には林夢さん、ヒロさんのプレイボーイっぷりが世間にバレた瞬間でしょうね。今後の続報が気になるでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。